今週末は土曜日2頭、日曜日も2頭、月曜日は7頭出走です。土曜日から日曜日までをこちらで紹介します。いつもご視聴いただきありがとうございます。はじめましての方はぜひいいねにチャンネル登録よろしくお願いします。それでは出走情報スタート。今週土曜日は2頭出走です。まずは東京5レース、2歳新馬に9番マイネルボルムス。京都12レース、3歳以上2勝クラスに10番ウィンメイフラワーが出走です。マイネルボルムスくん、デビューおめでとうございます。今週日曜日は2頭出走です。まずは東京3レース、2歳未勝利にマイネルフランツ。京都4レース、3歳以上障害オープンにワンダークローバーが出走します。マイネルフランツくんは2戦目になります。デビューの時あまりの可愛さにびっくりした人も多かったんじゃないでしょうか。初勝利期待したいですね。来週月曜日は7頭出走です。まずは東京2レース、2歳未勝利にコスモカノア。東京3レース、2歳未勝利に黄金の空。東京4レース、3歳以上障害未勝利にコスモブライヤー。東京9レース、小選挙特別にルーパステソーロ。東京10レース、6社ステークスに名勝ブレゲが出走です。競馬場変わりまして、京都5レース、2歳新馬に名勝タバル。京都11レース、京都大賞典にミンマイティが出走です。月曜日の気になる子としては、やはり京都大賞典に出走するミンマイティちゃんですよね。月曜日の一頭ずつ紹介は今日の夜に投稿予定です。それでは一頭ずつ出走馬の情報をチェックしていきましょう。10月7日土曜日です。東京5レース2歳新馬に出走するのは9番マイネルボルムスです。ボバ2歳の足毛くんになります。馬主さんはサラブレッドクラブラフィアンさんで現在5番人気になっています。マイネルボルムスくんの名前の意味はカムリ名のマイネルにドイツの地名であるボルムスを合わせたものです。ボルムスのバラ園にイメージを膨らませて付けられたそうです。京都12レース3歳以上2勝クラスに出走するのは10番ウィンメイフラワーです。牝馬4歳のクリゲちゃんになります。戦績は16戦2勝、1着と2着がそれぞれ2回ずつ、3着が1回、それ以外が11回です。前走5月20日の現在12番人気になっています。ウィンメイフラワーちゃんの名前の意味は、冠名のウィンに、メイフラワー号という帆船の名前を合わせたものです。10月8日日曜日です。東京3レース、2歳未勝利に出走するのは、マイネルフランツです。ボバ2歳の足毛くんになります。戦績は1戦0勝、デビュー戦では1着でした。前走9月18日の現在2番人気になっています。マイネルフランツくんの名前の意味は、カムリ名のマイネルに人の名前のフランツを合わせたものです。京都4レース、3歳以上障害オープンに出走するのは、ワンダークローバーです。ボバ5歳の足毛くんになります。戦績は9戦1勝、1着が1回、2着が0回、3着が1回、それ以外が7回です。前走6月17日の現在9番人気になっています。ワンダークローバーくんの名前の意味は、冠名のワンダーに四つ葉のクローバーのクローバーを合わせたものです。最後までご視聴いただきありがとうございました。